FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。 79.7MHz ギノワン市旧な、ギノワンヒルズ通り沿いにある FM ギノワンから、本日は久々にスタジオを飛び出してトロピカルビーチからサザンブリーズをお届けします。お相手は FM ギノワンマナミンと、私ミキサーのキャンがお届けしております。はい、はい、お届けしていきます。よろしくお願いします。キャンさん、なんか久々な感じがしますね。そうですね、はい、まあ、先週ちょっと、はい、お休みをいただいて、はい、山地さんが対応してたと思いますので、はい、実はユキさんが対応したんです。はい、そうだったんですね。新しいコンビでやったんですよ。はいはいはい、で私も初めてサザンブリーズのミキサーをやりました。あ、ミキサーを、どうでした？テンパりますね。初めてはやはりテンパりますからね。初めてはテンパりました。いや、結構大変なんですよね、はい、ミキサーって。慣れていこうと思いました。いや、ぜひぜひお願いいたします。はい、まあ、でも、まあ、僕が大体触りますんで、はい、お願いします。任せてください。はい、まあ、いやいや、今日は久々スタジオを飛び出して、はい、ビーチからですけど、さっきまでちょっと天気良かったんですけど、ちょっと今雲が出てきましたね。まあ、でもちょうどいいくらいじゃないですか、はい、日差しがないので、はい、遮っていただいて、はい、結構今日傾いてるみたいですからね。そうですね、さっきも向かうときに結構土砂降りで、はい、あ、これビーチでちょっとできるかなって思いつつ、はい、ビーチに着いたら全然でしたね。カラッカラですね。カラッカラでした、はい、いや、もう問題なく放送ができてよかったです。本当に、はい、よかったです。さあ、ビーチにいらっしゃる皆さんも、ここ今トロピカルビーチの売店横のスペースから FM ギノワン生中継、生放送でお送りしておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お願いいたします。はい、そしてサザンブリーズ、今週のテーマは、はい、最強コラボ。最強コラボおります。はい、どんなコラボがありますかね。まあ、王道で言うと、はい、映画館とポップコーンとか。ああ、なんかさっきも、はい、お話ししましたけど、はい、になると思うんですけど、はい、映画見るときのポップコーンってね、はい、定番ですね。あ、定番であり、うん、はい、癖にもなり、はい、そして欠かせないものと、うん、まさに最強コンビ。最強コンビいいですね。はい、この後皆様からもどんどん最強コラボを教えてもらえたらなと思いますので、ぜひぜひメールやメッセージでお寄せください。はい、お願いいたします。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com となっております。はい、そして FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。さあ、今日はゲストもいらっしゃるのでね、はい、はい、早々に、はい、皆さんはちょっともう見えていますが早々に紹介したいので、はい、早速曲の方に参りたいと思います ね、はい、よろしくお願いします。はい、本日の1曲目、私のセレクションでございます。こちらはですね、バンボックスという日本の DJ さんの曲なんですけど、はい、まあ海にも合うかな、まあ、ちょっとパーティーチックな曲なんで、はい、オケーションという曲です。どうぞお聴きください。お願いします。はい、皆さんコメントありがとうございます。ミスターキラッコさん、こんにちはと来てます。マスオさんがこにゃにゃちは、そして雨男レニーさんもこんにちは。ありがとうございます。はい、本当に皆さん、ありがとうございます。久々のビーチからの放送です。はい、うん、なかなかビーチからの放送、うんうん、最近遠のいてましたからね。そうですよね、元気をたる僕が言うなみたいな感じですね。申し訳ないです。やっと来た感じですね。はい、まあ、でもちょうど、ね、雨季を過ぎていい時期に再開できたのかなと、はい、うん、なんか梅雨もそろそろ
明けるっぽいですよね。そうですね、梅雨明け宣言も今週、まあ来週ぐらいには出るかなと。平年だいたい23日が目処になるので。ああ、そうなんですね。はい。エコザイルさんもハロチロンピーということで、そしてでも山下さんから、あすごい日差しが一気に来ました、ね、一気に強い日差しがやば、あすごい、あ今日本当にコインいっぱいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あと1個で延長可能なのでぜひぜひお願いいたします。あシュプリームさんからも来てますね。あ、ありがとうございます。マナミンゲストさんこんにちは。レッカーパンダです新しい、お車大丈夫ですか車何かあったんですか。いやいや、あの レッカーですからね。レッカー、あーそっかそっか、引っ張られたのかな。なるほど。お体ならぬお車大丈夫ですか大丈夫だったのか。雨男レイニーさんコンティニューコインありがとうございます。ありがとうございます。これで延長可能です。あモンビーさん、あモンビーさんお久しぶりですね。本当にマナミヨアンのカツラ見なかったどこ落としたんですかねすごいツルツルのあのカツラ見たことないんですけどもしかあれがカツラなのかもしれない いつも堂々とされてますよねモーミーさんそうですね。でも忘年会の時めっちゃかっこよかったんですよ、うん、モーミーさん、あの B ボーイファッションしてて、めっちゃ似合うんですよ。あそうなんです、いやモーミーさんあの格好いいです。うんニット帽とか最高でしょ。おキャンさん一押しの曲あと40秒ぐらいですね、はい、終わったら今度ジングル入れて再開しますので、はい、皆さんぜひぜひ。大塚健二さんからもこんに…てんてんてん髪かって大塚健二さんに髪の話はちょっとあれなんですよあでも天然パーマ協会の埼玉支部長なんで。あ、そうなんですか、すごい。あの天然パーマの話は OK です。あ、天然パーマの話なら天然パーマの話は OK です。じゃあ一回マイク下げましょうね、はい、ではまた皆さん本放送で、時刻は午後5時8分を回っております。サザンブリーズ、本日はトロピカルビーチより生放送でお送りしております。さて早速ゲストさん紹介していきましょうか。はい、はい、お願いいたします。では自己紹介お願いします。はい、皆さんはじめまして、エンジョイライフやらカンパニーの上間と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日お越しいただいたのはですね、はい、なんと8月にイベントを企画している、はい、ということ で、はい、素敵なイベントがはい、ありがとうございます。はい、ぜひ早速そちらのイベントから、はい、ではこちらですね、エンジョイライフやらカンパニープレゼンツ、そうだ海へ行こう、夏だ海だ BBQ だ2018 in 名護ということで、はい、今回ですね、はい、名護の方で、まあ、あの沖縄の夏といえばやっぱり定番なのが、はい、まあ、今トロピカルビーチ目の前でもうやってるんですけど、ビーチパーティーってですね、はい、そうですね、はい、このまあ素敵なこの企画をもっと素敵にしようということで、うん、今回名護の実はプライベートビーチを、会場にしまして、まあ通常の、例えばお肉食べたり冷たいもの、はい、ビールとか飲んだりですねする以外にも、さらにジェットスキーを借りて、ジェットバイクを借りて、はい、まあ、バナナとかバナナボートとかに乗っちゃおうということで、はい、参加者も皆さん全員無料で乗れますの でそれでまあ楽しんでいただこうという企画を、はい、企画しております。お、はい、新しいですね、このなんかビーチパーティーに、うん、はい、こういう海のスポーツ、はい、なんかなんていうんですか、アクティビティを、ね、一緒に、はい、うーん、通常はやっぱりあのビーチさんの方に来た時に、はい、まあ、ちょっとね別で、まあ、料金出して やっぱ楽しむっていうのが、はい、沖縄の定番ではあるんですけど、うん、今回あえてそれをこちら側で、お客様にや体験していただこうということで、はい、まあ、よりいつもよりもちょっと特別感のある、うん、まあ、そのためのプライベートビーチもありますので、はい、そういった企画を今用意してますね。うん、
プライベートビーチなのでもうじゃあ思いっきり、はい、そうですあの、まあ、遊べますね。もちろんあの、うんうん、普通の通常のビーチに比べると広さはそこまで大きくないですけど、はい、その分やっぱりこの特別感って今言ったセレブな感じを味わっていただきたいので、はい、まあ、周りをそんな気にせずに楽しめるんじゃないかなと思っております。はい、はい、いやジェットスキーがあるビーチパーティー、はい、BBQ そうです。いやもう最高ですよ。はい、これはね、まあ、やっぱりいつものこの、まあ、僕何回か今まで普通というかよくやるビーチパーティーやったことあるんですけど、はい、やっぱりその時にあ普通にこう観光客の方とかが乗ってるのを見て楽しそうだなってずっと思ってたんですよ。これをもし、まあ、来てもらった人に無料で、はい、そう無料というか一緒に提供して、ね、できたら楽しいなってずっと思ってたんで、まあ、やっぱ僕はずっとやりたかった企画なんですよ。楽しいこと間違いないです、はい、いやぜひですね皆さん遊びに来ていただいて、はい、みんなで共有して、はい、この楽しみをですね、はい、いただきたいと思いますけども、ぜひぜひ、はい、名護のどこら辺になるんですか。はい、住所はですね名護市阿波という、はい、地域がありまして、そこの方にありますオーシャンコテージという施設の方、はいですね、そちらの方にあるビーチで、開催いたします。で、まあ、アクセスとしては、まあ、名護の方巨大インター降りていただいてそのまま、58号線まっすぐ行かれますと21世紀の森公園というのがあります、うん、そちらを過ぎて、はい、ですね、美ら海水族館に行くような道を行くと、はい、その途中の方にございますので、はい、道的にはすごい一本道というか、そうですね、はい、分かりやすくなってますので、はい、詳しくはですね実は僕今回やらカンパニーのホームページを、はい、ご用意してますので。そうなんですね、はい、はあはあ、皆様ぜひ携帯もしくはパソコンの方でやらカンパニーホームページと検索いただくと出ると思います。はい、やらはできれば漢字で、はい、そうですね、漢字で沖縄の名字でやらなんで、はいはい、カンパニーは英語ですよね。そうですね、できれば英語の方が多分一発で出ますね。はい、そうなんです、ね、そうです、はい、早速今コメントで大塚健二さんから、はい、いいイベントですね、はい、でもお高いのでは、はい、ありがとうございます。てますお待ちしておりました、はい、今回ですね参加していただくお客様、まず男性の方の会費がですね、はい、こちら5000円となっております、はい、で女性の方が4000円ですね。こちら通常の、ビーチパーティーの方の企画より、はい、お値段高いなと思われる方いらっしゃると思うんですが、うんうん、そのさっき言ったジェットスキーのバナナボートも、そうですね、時間内乗り放題、まあ、順番待ちであるんですけど、はい、乗れますので、うんうん、そういった部分考えるとすごくリーズナブルじゃないかなと。そうですよね、はい、うん、でさらにですね実は今回、はい、まあ、特別というか、はい、早割という早割、実は会費の早割というものがありまして、はい、6月いっぱいまでに、こちら申し込んでいただくと、1割引き、まあ、はい、10% 割引きですね。ですので男性が4500円、はい、女性が3600円と、はい、さらにお得になっております。はい、そしたらさらにもうこの普通のビーチパーティーとも変わらないというか、そうですね、はい、お得ですね、はい、なのでただもう6月今日が22日ですので、そろそろ約1週間ほどですね、皆様ぜひですね迷っている方、はい、ご連絡いただければ、6月いっぱいでしたら10% 割の方適用してますので、うん、まあ、一応連絡いただいて、はい、まあ、一応キャンセルの方も2週間前までは受け付けてますので、はい、まあ、何かあれば、はい、まあ、そのキャンセル期間も利用していただければ早めに、ね、連絡いただければなと思います。はい、なるほど、はい、この予約方法っていうのは、はい、こちらですね、はい、先ほど言ったやらカンパニーホームページというところからですね、はい、イベントの詳細やあとメールアドレスの方、はい、で僕の電話番号、連絡先の電話番号載せてますので、そしたら直接電話いただいてもいいですし、電話はちょっとっていう方はメールの方で問い合わせ、もしくは受付の方ですね、メールでもいいんですね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ちなみに今は結構問い合わせとか、はい、ですね、問い合わせ、はい、来ておりまして、まあ、あと1ヶ月半約2ヶ月弱のも、開催なんですけど、今だいたいですね、期待とか、まあ、もしくはもう受付始まってますので、はい、定員が40名以上になってまして、うんうん、今のところだけ十数名ほど、うん、予約入っておりますので、まだ半分は行ってないんですけど、約3分の1ぐらいの今進捗で、まあ、集まりぐらいですね。なので、まあ、多分皆様7月8月ギリギリになってくると、うん、結構気になって、はい、行きたいななんて思うんですけど、定員もありますので、はい、ぜひお早めにお願いします。はい、今結構この告知で行ったりもしてるんですよね。そうですね、はい、名護の方ですね、何箇所かこう、チラシの方を貼らせていただいたりしてるんですけど、うん、はい、名護にあります名護漁港の、はい、
これ結構有名な天ぷら屋さんとか食堂があるんですね、はい、そちらの方にも、チラシ貼らせてもらったりですとか、あと近隣近くのですね、はい、お店さんにもお願いしてますので、まあ、そういった感じで今宣伝させてもらってます、はい、うん、なるほど。そしてモーミーさんから、はい、マナミービーチパーリー住み、去年フリムン主催でやったよ、マナミビキニつけてきたらタダでってそういう割引ありますか、ちなみに。ですね、これ検討させていただいていいですか。はい、そう 僕的にはすごい好きなので、はい、もうなんかいいなと思ってビキニつけたら、まあ、ちょっとじゃああれしますかみたいな、あ、ちょっとじゃあその分また、はい、要検討しましょう、はい、じゃあ女性の方、はい、ぜひぜひたくさんの必見のイベントかもしれないですね。お待ちしております。いや、もしこの割引が実現したら、はい、むしろ男の方も増えそうですけどね。そうですね、そう、大丈夫ですはい、はい、ありがたいですね。でもそしたらじゃあそれもこの大々的に、はい、告知しながらやってくるともうどんどん来るかもしれないですね。そうですね、はい、そして大塚健二さん、はい、主催者さん、はい、東さんに言えば他局でも告知できると思いますと。ありがとうございます。なるほど、はい、東さん、はい、FM ヤンバルの方ですよね。そうなんですよ、はいはいはい、ヤンバルの方、はい、ぜひこのサザンブリーズという番組、はい、今のこの番組を月から木まで担当している方なんですよ、はい、東さん、ね、はい、いいんですか。ぜひもしかすると、はい、僕そうなんです、実は名護の方に 2,3、はい、回行かせてもらった時に、実は FM ヤンバルさんの方近く通ったんですけど、こういかんせこう知り合いがいないものでどうやって行ったらいいのかっていうことで、はい、ちょっとすごい考えてたことなんですね。なのですごいいい、ね、情報あり、はい、なんかありがたいです。大塚さん、ありがとうございます。いいですね、はい、じゃあそしたらヤンバルでもまた告知ができれば本当にどんどん来るかもしれないですね、はい、もう名古屋が開催地なので、ぜひヤンバルの方でやらせていただければ、はい、すごいなんか宣伝させていただければ助かりますね、はい、私もビキニできますと。大塚健二さん埼玉の方なんです。ああ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。お待ちしております、ぜひ埼玉から、はい、ナイス俺ってことで自分に、はい、自分で自分を褒めるタイプですね。はい、すごくいいと思います。いいですね。ビキニを着ることがナイス俺ですよね。あ、なるほど。あ、なるほど。なるほど。ビキニな自分に惚れてるってことがね。ですね。だと思いますよ。ボディービルでもやってるのかな。やってるのかな。素敵です。このじゃあ鍛えた肉体を、はい、ぜひ名護の海で見せてほしいですね。披露していただいて。はい、ここでちょっとはい、メール来てるので紹介、はい、させていただいてもいいですか。はい、進撃のめいちゃんさんから。はい、マナミー&キャンさん、こんにちは。こんにちは。もしかして梅雨明けかもんね。めいちゃんでございます。今日はお仕事お休みでのんびにりと聞かせていただいています。では最強コラボレーション、はい、やはり先ほど食べに行きましたが、画像を添付させていただきますが、たこ焼きとビールは美味しかった。昼から飲むビール最高です。その中でもガーリックネギソースがめちゃくちゃ美味しかったな。では楽しく聞かせていただきますということで、はい、ちょ画像添付がついてるんですよね、まあ、このちょっとちっちゃいですけど、すごい美味しそうですね。美味しそうです、はい、こんなのもあるんですね。みたいですね。たこ焼き、あ、大きかった。すごいいいですか、はい、すごいなんか、あーすごい なんかね、こう普通に売ってはいないような、はい、美味しそうな味ですね。写真すごい。ビールに合うってまたちょっと興味そそられますね、はい、ぜひぜひ食べてみたいです、ね、ビールとたこ焼きのコラボって私は意外に初めて聞いたというか、まあ、意外ですよね、うんうん、まあ、でも、まあ、某有名な銀だこさんとか、はいはい、ビール売ってますからね。ああ、そうなんですね。ありますか。確かビール販売してたと思います。なるほど。意外とやっぱりああいう油物、ちょっと油ついてるじゃないですか、ああいうものはやっぱ全部ビールが合うんだと思います。炭酸系やっぱ合いますよね、はい、ビール、はい、油物に僕的なおすすめは黒ビールです。黒ビール、へえ、はい、ソーセージとかと黒ビールがめちゃくちゃ合うんですよ、ね、はい、へえ、あっさり流してくれる。でもソーセージとビールってもう最強ですよね。なんかいいですね、この定番っぽい、はい、まさに最強コラボ、まさに最強コラボですね、うん、ビールの一番のというかお供というか、ああ、もう本当にそうですね。何かありますか、上間さん。僕はですね、はい、まあ、今言ったビールで言うとやっぱり、枝豆と、うん、僕個人的にはポテトフライなんですよ。まあ、ビールというかポテトフライは多分何でも合うと思うんですけど、はい、うーん、あとはやっぱりよくあるのがピザとコーラ、はい、ピザとコーラのもうコラボはもう本当最強ですね。本当にもうそれで僕もこんな体になっちゃいました、ね、見えない方に申し訳ないですけどピザとコーラ最高です。いや、やめられないですね、これもたまらないです。
あとピザと、あ、ピザ、ピザじゃない、コーラとポテチっていう方もいましたね。あ、はい、あ、はいはいはい、これも絶対ですね、まさにもうジャンクな感じので、あとなんか DVD 見ながら寝滑るっていう、うん、あイメージ、イメージ、それもでも最強のコラボですね。僕の最強コラボはあれですよ、はい、わさびステーキに、はい、あのコーラですね。あこうツーンできた瞬間にコーラかき込むのが大好きなんですよ。いいですよね。あでもすごいシュワッとしたものが来るからいい感じですか。もうさらに刺激が、うん、あでもあのわさびのあの辛さって、はいはい、コーラ飲むと打ち消せるんですよ。あ消えるんですね。消えるんですよ。なんか追い打ちかかってきそうですけど一瞬このうんってきた瞬間に全部流れてくれるんで、これが結構癖になります。あちょっと試してみたいですね。ぜひもうね、試してみてください。今日家帰ったら早速僕は早速、はい、もうなんて言ったって今日は金曜日ですからね。そうですね、うん、花の金曜日ですよ、はい、皆さん楽しんでくださいよ。しましょう、はい、僕は夜までですけどそうなんですよいいですね。他に何か最強コラボ思いつくものありますか。自分的な最強のこれだみたいな。そうですね、はい、他にといえば、お団子とお茶ですかね。お団子とお茶、はい、最近、ま、最近本当にお団子食べながら、はい、甘いものお団子と僕は合わないなと思ってて、はい、お茶のあのなんていうんですか、この甘くない渋みというか、はい、がすごいさっぱりしてまたすぐ食べれるっていう感じですかね。また和風な感じですね。そうですね、なんか結構なんだろう、普通にこうスーパー行くとお団子売ってるじゃないですか、はい、売ってますね。結構こう買っちゃって夕飯後に食べるんですけど、はい、その時に本当は普段甘いもの好きなんですけど、やっぱその時はだけは甘いものは時々飲まないですね、はい、まあでも物足りなくなりますもんね。何か欲しいなってなりますよね。そうですね、どうしてもちょっと食べ物いっちゃうな。なんか食べ物以外食べ物以外で何かコラボありますかね。私もなんか最強コラボって言われるとやっぱ食べ物に行っちゃう感じがあるんですけど、まあ、例の最強コラボはこの後 CM の後、そうですね、ぜひお話しいただきたいなと思いますので、はいはい、一応 CM 挟みましょうか、はい、一度そうですね、はい、ツイキャス、はい、トークが可能です。コメントたくさんありがとうございます。ありがとうございます。エコザイルさんはそういえば今日配達で FM ヤンバルの前素通りしてきたって、すごいタイムリーな、いいですね、うーん、そうですね、コメントいっぱい、コメントたくさん来てますね。くにちゃんさんもこんにちはってことで、この方、すごいコメントすごい、あ、皆さんありがとうございます。コインももう全部ありがとうございます。集まったので延長になりますすごいですね、すごいな。あ、マスオさんの最強コラボは豚とキムチ。あー、もうその食べ物ですね。やっぱだその食べ物どうしてもコラボって食べ物いっちゃいますね。食べ物以外コラボすごい考えちゃうな。僕はですね、個人的に最強コラボで、はいはい、コーヒーとザッハトルテとハマキですね。ハマキですか。ハマキですね。もう最強ですこれ。ザッハトルテいいですね。ザッハトルテってチョコレートケーキですけど、はい、そんなに甘くないじゃないですか、うん、結構苦みが効いて、はい、それにブラックコーヒー合わせて、そうですよね、で間でちょっとあの葉巻をたしなむっていうのがちょっとかっこいいですね。昔の貴族みたいなすごいちょっと贅沢をするのが結構好きです、はい、まあ、コーヒーをウイスキーに変えてもいいですね。これはウイスキーのちょっとあります。ウイスキーちょっともともと甘いですもんね、はい、そうですね、はい、じゃあ CM が開けますね、はい、さあ時刻は5時24分を回っております。サザンブリーズ、本日トロピカルビーチより生放送でお届けしております。はい、日差しが眩しくなってきましたね。そうですね、雲の間から日差しが見えるようになってきましたね。
今日人もたくさんいるんですよね、ビーチ。そうですね、結構あの学生さんとかも多いようで、うん、ああちょうど私の目の先の方に、はい、なんか体育着で遊んでる学生みたいな、そうですよね、方見えますね。体操着の子たちが結構見えてて、うん、なんかキャッキャッしてますよね、うん、いいですね。楽しそうですね、はい、もう若かりし頃思い出すような、はい、私もよく来てました、トロピカルビーチ。おお、あ、地元ですもんね、はい、学校終わりって結構ビーチ近いと行っちゃうもんなんですか。やっぱ私はあの部活帰りに行ってましたね、うん、ちょっと涼みに来るとか、はい、はいはい、なんかもうこの部活でちょっと楽しくなったついでというか、そのままねテンションで行っちゃうみたいな感じで行ってましたね。あ、いいですね、いいですね、本当。自分はあのビーチのない学校だったんで、あれ学校というか市町村なんで、はいはい、沖縄市なんですよ。あー、だからビーチに行くという習慣がなくて、はいはい、で釣りに行く子たちは結構いたんですけど、同級生でも自分もあんまり釣りまではちょっとできなかったですね、はい、あ、釣りか、新しいですね。ただあの名古屋に住んでた時はやっぱりビーチ行きました、はい、うーん、あのテレビ見るにも、はい、わざわざビーチに行ってワンセグで見るとか、もうちょっと海の風を当たりながらって感じ。そうですね、ちょっと浸る感じですね。そうですね、別に浸ってる感じですね。おー、いいですね。いや、それがきっかけで、はい、あのムカデに刺されたりとかいろいろ。夏の虫、これはまた別の機会にお話ししたいと思います。わかりました。さあ、あれ、今週のテーマ、はい、最強コラボということで、はい、CM 行く前に、まあ、この例の最強コラボの話があるということで、そうですね、ちょっと聞いていきましょうか。はい、ぜひお願いいたします。よろしいですか、はい、僕の、おすすめする最強コラボ、はい、プロレスの方に、まあ、プロレスのこの話になるんですけど、はい、まあ、沖縄にありますあの琉球ドラゴンプロレスリングというプロレス団体ありまして、はい、僕そちらがすごい好きで、はい、あのよく見に行かせてもらってるんですけど、まあ、そこにあのゲストで出ていただいてる、はい、あの広島のプロレス団体の方で、はい、レイパロマ選手という方がいるんですけど、はい、その方と、はい、まあ4月に実は行われた対戦で、はい、沖縄の所属この琉球ドラゴンプロレスリング所属のハイビスカスミー選手の試合が最強コラボということで、まあ、ぜひお話しさせていただきたいなと、はい、そうなんですよ、はい、プロレスといったらもう何といっても、はい、はい、キャンさん、キャンさんね、もう、はい、すごいキャンさんなしには語れない。僕があの、ね、はい、プロデュースしているあの DJ ザッサさんが、はい、あの向こうでそうですね、ミキシングをしているということで、はい、あ、そうですね、はい、そう、この、まあ、なんで僕がそれを挙げたかっていうと、うん、そのレイパロマ選手っていうのが、はい、まあ、広島で活躍してるんですけど、はい、そのすごいこの選手スタイルっていうんですかね、うん、まあ、メキシコ風の、もともとメキシコの方でデビューしたということで、うん、あのそういった感じのちょっとスタイルなんですけど、このなんていうんですかね、これ言っていいんですか、はい、まあ、あのもう試合スタイルで言っては、はい、あの大人のなんだろう、ちょっとエロティックなスタイルで、そんな感じなんですか、セクシーなすごい感じで、そ の, 方、まあ、そのパロマ選手と女性の選手の試合っていうのがもうすごい他では見られない試合内容になってるんですよ。で、まあ、うん、男女で戦うことがあるんですね。そうです、実はあの、まあ、他の団体僕実はあんま知らないんですけど、はい、この沖縄の方のこの琉球ドラゴンプロレスリングでは、はい、よくそういう男女のあの試合がよくあるんですね。その中で沖縄でも他の選手でも見られない内容がこのパロマ選手の内容で、はい、なんていうんですかね、もう会場のお客さんがもう本当に、はい、なんだろう、もうすごいみんなもう笑ってくれるというか、こう悲鳴もあるんですけどね。あの独特の試合かな、これでも言葉で表現しにくいんですけど、はい、じゃあもう百聞は一見にしかずというか、そうなんですよ、もうとりあえず見た方が、はい、絶対これもちろんあの男性の方、女性の方、はい、いろんな視点があるので、はい、まあ、いろんな考え方あると思うんですけど、うん、僕の周りにいる方は男性も女性もみんな一番笑ったと、この試合の中で、前回大会があったんですけど、なのでこの最強コラボですね、多分あの YouTube とかでもこの検索をすると、す、はい、多分レパロマ選手、まあ、打つと出てくると思うので、ぜひね機会があれば見てほしいなと思うんですよ、はい、で実は今度の7月16日、はい、こ僕は別にただ関係者じゃなくて、うん、ただファンなんですけど、はい、16日にも沖縄 の, そのネーブルカデナアリーナで、はいはい、そのレイパロマ選手実はやってくるんですね。もちろん相手はもう今回女性の方で、ちょっとまたこう松山美幸選手っていう、はい、もう他の他団体でもあんま見たことないような、あ、このカードもちょっと必見ですよね。そうなんですか、はい、すごいです。女性かっこ松山美幸っていう、また違った悲鳴が聞こえてきそうですよね今回、はい、
い、夏にもうぴったりの選手というか、この松山美幸選手というのは、そうなんですか、これもぜひ検索してもらったら出るかな、相当貴重なんで、はい、あんまりなかなか1年に僕1回か2回しか見れないようなカードだと思ってるんですけど、そうですね、貴重ですね、はい、なのでぜひ皆さん、まあ、これを機会にんかこのプロレスにぜひこの興味を持っていただければなと、はい、レイ・パロマ選手、はい、広島の、はい、広島県にありますダブプロレスという、はい、プロレス団体に所属してますので、はい、ぜひ機会があれば見てほしいななんて思っております。ちょっと早速調べてみたいですね、後でぜひぜひレイ・パロマ選手、いやもう本当に必見ですよ、このカードは、すごいですよね、この組み合わせっていうちょっと驚きに近いような、これ多分絶対他の団体さんとか大会でまず見れないんじゃないかなっていうのと、まあ、同じようなじゃあ選手スタイルいるかっていうと、はい、多分あんまいないのかなって僕は思ってるんですけど、そのすごく特殊です。でも本当に僕の周りにいる方はみんなもうすごい楽しかったっていう意見を聞いてるので、はい、やっぱすごいおすすめだなと、はい、まあ、楽しめること間違いないですね、これは言えます。プロレスのイメージがちょっと変わりましたね。なんて言うんだろう、なんかこういう試合もあるんだっていうのか、今、はい、新しい発見。そうなんですよ、笑える試合もあれば、はい、泣ける試合もありありますね。そして興奮する試合があります。はい、いやもう本当に結構もう本当にいいエンターテインメントですよ。すごいですよね、はい、本当にもうね、今キャンさん言った通り、まあ、笑いあり涙あり感動あり、うん、悲鳴あり、うん、悲鳴あり、悲鳴もあります、悲鳴もあります、時々悲鳴あります、あります、いろんな意味での悲鳴があるんですけど、まあ、本当にとかいろんな感情を体験できるエンターテインメントとしてすごいなって、僕でもプロレス好きなんてまだ1年実はちょっとなんですけどね。あ、そうなんですか。はい、こんな感じで喋ってますけどもう結構もうだいぶ前から好きなのかな、ね、はい、だいぶハマってるな、はい、こいつって言われるんですけど、全然去年のなんかもう本当に約1年ぐらい前からなんですけど、もう一気にハマってしまって、すごいもうだから今いろんな選手をこの沖縄の琉球ドラゴンプロレスリングを通じて今知ってて、すごい楽しんでます。はい、じゃあぜひあれですね、やらカンパニーさん、このイベントをやっていく、はい、会社ということなの で、 そうです、ね、プロレスも織り交ぜて、そうなんですよ、はい、実は2月にも1回僕、はい、やらカンパニープレゼンツでプロレスのイベント、はい、闘魂ナイトっていうのをやらせてもらったんですよ。で、まあ、その時に、まあ、やっぱ初めての人をできるだけ呼びたいってことで、はい、プロデュースし企画して、はい、来てもらって開催してます、はい、で今後も、まあ、いろんな形でですね、はい、そのプロレスの方にも変わっていきたいなと思ってやってるので、はい、ぜひぜひ皆さん、やらカンパニーを注目してください、ね、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。あ、マスオさんからこのプロレス関連のコラボですかね、来ました、ジャイアント馬場アントニオ猪木って来てます。これもう伝説じゃないですか、もうコラボもう最強という、はい、そうですね、はい、絶対外せないですよね、はい、間違いないです。すごい、その下のウィキの上に大きめの白 T シャツの方が僕は逆に気になってしまって、もう言わずにいられないというか、私もさっき見て、はい、今回セクシーなそうそうそうプロレスラーとかいう話があったじゃないですか、はい、だからなんかこれもちょっとセクシーな感じですよね、これはビキニの上に大きめの白シャツ、キャンさん多分男性なんで、はい、共感できると思うんですけど、はい、女性からこれ言われるとどうなんですか。女性もやっぱ他の方見たり、そうなんだくらいです。私はあでも あれじゃないですか、はい、このビキニだったらもうもろ見えるじゃないですか、うんうん、はい、でもこのシャツで隠れてるのがまたいいとか、そんな感じですか。男性そうですね、あとちょっと透けて見えるのがまたいい、はい、この透けてくれないとちょっと寂しいです、はい、あじゃあこれが黒とかだったらダメなんですか、はい、黒よりは白で、はい、お願いします。黒は厳しいです。そうですね、黒だとなくてもいいかなっていう、うん、はい、そうすごいついついごめんなさい本音トークが、本音トークまあでもこれから夏なのでね、はい、そういう姿を見る機会が、そうですね、うん、もうすごい今沖縄の男性の方はもう、はい、待ちに待ったというか、うん、すごい楽しい時期が来てますね。楽しい時期が来てますか、はい、うん、半袖半パンで入る方が沖縄県内多いんですけど、多いですね、これを機にですね、ぜひビキニをつけて、はい、白 T シャツで入るっていうのをちょっと広めてほしいですよ。もうやっぱデコアラー白 T は全然ね普通にね、はい、もうあると思うんでいいと思いますよ、はい、EDM 系の PV を見てもらえれば、うん、まあ、どんなスタイルか分かりますからね、大体ね。でもおしゃれですよね、はい、なんかこのビーチに合ってる格好というか、そうですね、そうなんですよ、
でお尻まで隠れる T シャツがまたいいです。あ、若干でそっから透けて見えるのがまたいいんです。これも分かります、はい、すごい多分今向こう側の男性の方もみんな、はい、うんってうなずいてると思います。そうですねリスナーの方も多分うなずいてる方たくさんいるかもしれないですね、はい、どうなんですかね、この今トロピカルビーチから見える状態だとあんまり、そうですね、あまり水着の方とかなかなか見えないんですね。そうですね、まあ、日差し強いですからね沖縄は。でも日焼け対策としてもやっぱり T シャツは、うん、はい、そうですね、つけたいところで、はい、つけていただいて、つけていただいて、はい、白 T で、白 T で、黒は、黒はちょっと、はい、今年は黒はあんまりあ、トレンドじゃないんで、そうです、白がじゃトレンド、はい、白がトレンドなんで、お願いします、白つけましょう。はい、はい、ここでメールが来てますので、はい、ちょっと紹介させていただきます。マナミンハロチロンピー、チュ、キャンチンゲストさんハロチロンピー、エコザイルズですよ。月曜日にもメールしたケロ。最強コラボね、はい、刺身と島か、ポン酢、ポン酢、はい、青森と日本酒って書いてますね、はい、でシースーと島かポン酢、シースーがついてそして、焼き鳥と島かポン酢、あ、やっぱ島ポン酢は外れないですね。あ、そうですね、はい、もうそこは、うんうん、そこがむしろじゃあもう最強のコラボなのかもしれない。馬刺しと島かポン酢、ポン酢ね、いいですね、はい、牛刺しと島かポン酢、はい、チャンプルと島かポン酢、うん、もう全部抜いてそうですね、すごい、もしかしてお勤め先がなんかそういう会社なので、ね、すごいポン酢運んでるかもしれない、すごいです、はい、で明日さん、ガネコよりこさんの店、那覇の国際通りのところの歌姫で、はい、ひーちゃんとミニライブ、演奏するはず、暇な方は夜8時オープンって言ってるから来てくだされや、じゃあ後からやって、へえ、ひーちゃんさん水曜日のですよね、はいはいはい、あの私最近会ったんですよ、ちょうどで、ちょうど話をして、でもイベントは全然知らなかったですね。なるほど、明日らしいですね。明日なんですね。明日らしいですね。明日か、明日ですね、明日かですね、明日かですね、これちょっと詳しく言えないんでね、はいはい、そうです、明日かというのがあるんですね、はい、明日か、でも島が外せなかったですね。そうですね、うん、ポン酢っていうのがまた面白いところ、すごい、うん、ポン酢でもやっぱりいろんな、確かにあの合いますもんね、うん、わかります。でも、刺身をポン酢で食べるってことですよね。あ、そうだと思います、うん、まあ、でもかっこ日本酒って書いてありましたね。そうですね、僕あの刺身あれなんですよ、刺身すごい好きで、はい、あのもうやっぱいろいろ食べ歩くんですけど、あの長芋とか山芋を吸ってご飯にかけて、それを刺身と、もうこれ必ずやってて、はい、もうめちゃくちゃご飯進みます。 うまいですね、はい、いやいいですね。私もたびたびちょっとで作ったりしてました、あのとろろ吸って、うん、あります、はい、吸って刺身の刺身とかこういう海鮮、はい、美味しいですね、とろろ丼みたいな、めちゃくちゃ、ね、うまいです、とろろだけでも美味しいですね。そうなんです、山かけみたいな感じで食べるんで、すごいもう僕の中のコラボ最強スクールですかね、はい、うーん、でもやっぱどうしても食べ物いっちゃいますね。あ、食べ物ですね、食べ物だからもうツイキャスでも食べ物が多くて、そうですよね、はい、やっぱでも外せないですね。シュプリームさんからも最強コラボカーリーフライとエンダーのオレンジジュースカモンって来てます。うまいっすよね、うまいですね、わかります、これもう外せないです、はい。そしてまたあれですよ、ちょっとセクシー路線のコメントもありました、はい、またシュプリームさんなんですけど、あ、さっきのあの CM 中ですかね、話してたザッハトルテのことで、はい、あ、はいはい、ザッサトルテって来てます。あの、あ、別に僕のザッサ、あ、ザッサさん、あの僕のプロデュースしてるザッサは、はい、うん、はい、そっからは来てないですかね。ああ、それが由来ではない、はい、彼中学校のあだ名が由来って言ってましたね。あ、そうなんですね、はい、じゃあザッハトルテではないということで、ザッハトルテではない、ザッサトルテではない、はい、はい、で、あのシュプリームさんの好きなことというか、う、自分は月曜日にも言ったけど肌丸にエプロンですね、かっこ、まこさんが聞いてませんようにって。このあとね、6時の番組、音楽の番組で、まこ、はい、さんっていうとっても、はい、もう綺麗な方がいるんですけど、なるほど、はい、聞いてませんようにって。あとで聞かせましょう、あの伝えましょう、伝えましょうか、引き継ぎで、引き継ぎで、ぜひ、引き継ぎで。スプリームさんがこんなことおっしゃってました、言ってました。どんだけ意地悪なパーソナリティー、ね、怒られますね。あ、キ
ャンチン、巣じゃなくて種だよって、はい、あ、種なんですね。あ、すいません。あ、違ったそうです。ポンシュですね。ポンシュ、ポンシュ、あ、ポンシュ、ポンシュ、ポンシュなんですね。ポン酢をつけてるシュですかね、お酒ですかね。日本酒って書いてある、じゃあかっこ日本酒って書いてある。あ、じゃあやっぱそういうのがある。日本酒のことをポン酒って。あ、違う、あるんですね。新しい、すごい新発見。え、ってことは島も飲みながらポン酒も飲む、飲み、酒かける酒みたいな。酒かける酒ですか。すごいですね。お酒とお酒のコラボってことですか。ああ、まあそれはそれで、それはそれでありますからね。マスオさんから日本酒イコールポン酒。ああ、日本酒のこと、あ、日本酒ポン、日本酒、あ、日本酒、日本酒。ああ、ごめんなさい、わかりました。ああ、すいません、全然日本酒、自分も日本酒全然飲まないんでわかんなかったですね。私も初めて知りました。すいません、なんかそうですね。みんな知らなかった。一応日本酒好きで美味しいとは思うんですけど、なかなか機会がないだけで。そうですよね。はは、ポン酒、あ、そうですね、日本酒ポン酒って書いてますね、うん、なるほど。マスオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。初めて知りました。勉強になりました。はい、みんなが勉強したすぐ今日のこの後のモアイですぐ使います。はい、ちょ、ポン酒ポンっつってすぐそれっぽい感じで言いますね。お店ででも通じなかったらあれですね、なんか辛いです。はいはいはいって言われてすごいなんか寂しくなりますでもむしろそこは知らないのみたいな感じで言ったら、ちょっと上から行きましょうか。実はさ、そうそう、日本酒のことポンシュって言うんだぜって、うん、日本でしょ、知らなかったのみたいな感じで日本代表応援しながらポンシュ飲もうぜっつって、うんうん、あ、大塚健二さんから、うー、全国区じゃないのかってことで。そう、知らなかったで、多分沖縄はどっちかというと青森から来てるんで、はい、もしかしたら日本酒にちょっとあれかもしれないです、ね、あんまり馴染みがないですからね。そうですね。最近でも僕の知り合いの居酒屋さんとかに聞くと、うん、はい、やっぱり沖縄の人をだんだん青森飲む人が減ってきて、逆に日本酒とか白ワインとか、うん、そういったものの方が置いてないとなんかお客さんにあれらしいです。そうなんですね。すごい置いてると受けがいいみたいで、ちょっとずつなんか今の若い世代から青森をなんかちょっとずつ減ってきてるっていう話ちょっと聞いてますね、うん、私もでも飲まないですね、青森飲めないですね。まだ飲めないんですか。まあ、確かに減ってるって言ってましたけど、だから新しい飲み方をいろいろ開発されてる方多いですよ。そうです、そうです、うん、カクテルだったり、あ、ありますね。あと青森のソーダ割りとか。ああ、でも美味しそうですね。飲みやすくなるんだったら、はい、いいと思います。そうですね、うん、僕のおすすめはお湯割りです。あ、青森お湯割りですか。お湯割りとか結構美味しいですよ。へえ、臭みがちょっと飛ぶので。ああ、いいですね。なんか厚皮みたいな感じで、はい、そうですね。まだ胃腸がちょっと弱いみたいで、はい、たまにこれでお酒が進まなくなるんですよ。だから間に お湯を挟むんですけど、みんなにおじいちゃんって言われながら、ね、確かに聞こえはあれですよね、はい。まあ、でもお湯を使うと割とまた味わいが変わるので、はい、いいです。この試してちょっと見たいです ね、 そうですね。おすすめですよ。はい、ということで、はい、一旦さあ、そうですね、CM 挟んでまたコーナー、ちょっと告知のコーナーとかがありますので、はい、それが終わってからまたコメント拾っていきましょうか。はい、じゃあ一旦 CM でーす、はい、すごいですね、さっき、はい、じゃあマイクあげましたー、うん、はい、あ、雨男レニーさんからの野球観戦とビール。ああ、もうこれでもう絶対ですね。沖縄も結構あれですか、あ、ビールでも売り子いますもんね。そうですね、うん、背負ってやるやつとか、はい、うん、セルラースタジアムとか試合があるときは必ずやってますか、ね、行かれたり行ったことあります。僕まだないんですよ、ね、野球ちょっと疎くて、うん、友達とかすごい好きな人言って、うん、やっぱビールって言うんですけど、はい、うんうん、だからなかなか僕が興味ないから連れて行ってもらえないですよね。声もかけられない。行かれたことあります。で、私高校の時に、はい、この高校野球のなんていうんですかね、野球部専門の応援部みたいなところにいたんですよ、はいはい、なので高校野球はめっちゃ見てたんですけど、そういう試合とかは、はい、スプロとかは見に行ったことなくて。あ、なんですか、ビールは飲まないですね。普段お酒飲ま、一応飲みはするんですけど、でもペースが遅いので。あ、そうなんですね、うん、でもちびちび飲んでます。ゆっくり飲む感じで。ゆっくりゆっくり。でもビールは飲めます、一応。あ、
大人ですね。いいですね。まなみ今日なんか、はい、あのコーナーの準備とかしてる？あ、大丈夫です。時になければじゃあ、はい、今日はもうトークテーマで、はい、じゃあ自分が CM 明けすぐ、はい、ギノワン FM ギノワンニュースから入りましょう、はい、了解です。あと20秒です。はい、実は自分以前プロのキャンプとかが来るあの職場だったんで、マエケンさんとか普通に目の前で見てました。すごいっすね。うん、でも それでもキャッキャしてないのが僕だったんでみんなになんでよって言いました。はい、じゃあ行きます。はい、ということで FM ギノワンニュースのコーナーです。はい、はい、FM ギノワンからお知らせを、したいと思います。お願いします。はい、まずですね、まあ、先ほども少しお話出ましたけどサマーフェスティバルのご紹介から先にしたいと思います。はい、FM ギノワンと FM 小座では合同でサマーフェスティバルを計画しております。こちら2018年4月21日、夕方18時から夜の22時まで、場所はですねFM ギノワン上の、ビアガーデン B サイドにて行う予定になっております。こちらですね、はい、大人の、方が、お一人様2500円ということで、はい、フード付きなんと飲み放題です。お得お得。はい、21日土曜日、前売り券も販売しておりますのでFM ギノワンと FM 小座、どちらにもあのお問い合わせ可能ですので、はい、皆さんぜひぜひ、お問い合わせいただいて、うん、チケットを早めにはい、購入していただきたいと思います。ぜひぜひ楽しくなりそうですよね。はい、そうですね、残りわずかになってますからね。はい、1ヶ月、はい、ちょうど切ったところですね。うん、そうですそうです。なので皆さんぜひぜひ、はいはい、遊びに来てくださいということで、はい、こちらの方お知らせでした。でまたですね、こちらは明日ですね6月23日土曜日、はい、浦添平和発信事業ということで浦添平和演劇会、はい、ミュージカルピースフル君とつなげる虹色ということで、明日ですね実は浦添市の手だこホール大ホールに行って、はい、ミュージカルがございます。こちらですね会場が17時30分、開演18時30分、大人が999円、高校生以下500円となっております。999円って面白いですね。珍しいですね。なかなか珍しい料金形態ですけど、帰ってきますね。はい、私浦添地元なので、まさにいいですね。もう庭ですよ手だこホールは。手だこホール、はい、素敵な会場ですからね。皆さんぜひあの明日はですね慰霊の日ですので、はいはい、昔に思い馳せながらそうです、ね、こちらの演劇も鑑賞してみんなで平和を祈っていきたいと思います。はいはい、そしてですねあとこちらですねちょっと失礼します。ちょっと、はい、挟まって文字があ見えない感じ。そうです。あはい、松本佳代子先生の、琉球料理教室ということで参加者募集のお知らせです。はい、こちらですね、開催日が平成30年7月28日土曜日、あと8月3日金曜日、開催時間が10時から、お昼の15時まで、で受付が、9時50分からということなんですが、事前申し込みがありまして、こちら事前申し込みはですね、はい、7月2日月曜日から始まり、7月10日の火曜日まで、はい、1週間ほどしかないので、皆さんぜひね、参加したいという方は早めにお問い合わせした方が良さそうです。そうですね。なんと言いましても参加費が無料。すごい。定員20名抽選となりますという。おお、倍率高そうですね。はい、で初めての方優先だそうです。あ、お、はい。なので皆さん興味のある方はね、うん、ぜひぜひお問い合わせいただいて、沖縄料理学んでいただきたいなと、はい、琉球料理ですね。はい、はい、宜野湾市保健相談センター健康推進係まで、こちら電話番号はですね 898-5583、繰り返します 898-5583、 こちらまでお電話予約受付しておりますので、はい、皆さんぜひぜひですね、2日から申し込み開始ですので、はい、定員20名、うんうん、琉球料理を学んでいただきたいと思います。はい、はい、思
面白そうですね。はい、以上お知らせのコーナーでしたね。はい、はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。いろんなイベントがありますよね、まあ、なんといっても明日がこの慰霊の日なので、慰霊の日といえば何か何でしたかね、今日とかもちなみに那覇でも竹あかり祭りみたいなのがあって、個人的にちょっと仕事帰りに行けたらなと思ってるんですけど、はい、あ、そうですよね、竹あかり祭り、竹あかり祭り、水曜日の、はい、ユンタク二平デビルの、うん、あー、そうなんですか、はい、直美さんが関わってるイベントですので、そうなんですね、はい、それを知らずにチラシだけ、チラシがたまたまあったので、それ見て楽しそうだなと思って、もうぜひですね、はい、行かれた際には感想を聞かせていただきたいなと思います、はいはい、ぜひぜひ、まあ、僕も行きたいんですけどね、はい、夜なもので、ね、夜なもので、夜はあれですね、あれがあれですね、いやいや、あれがあれなもんで、あれがあれで、あれがあれで、あれなもんで、明日の夜はもう、もう明日もダメで、はい、ということで、はい、はい、お知らせもありましたけども、はい、テーマトーク戻りましょうか、はい、はい、早速大塚健二さんからまたテーマトークに関するコメント来ております。はい、ありがとうございます、はい、出ます。最強ではありませんが、友人にチャーハンにライス頼むやつがいますということで、チャーハンにライス、あ、なんか聞いたことはありますけど、やったことはないんですよね。あ、私あれなんですよ、沖縄そば食べるとき、はいはい、ジューシー食べたくなるんですよ。あれってでも考えてみればどっちも主食じゃないですか、うんうん、そうですね、だからあって思うんですけど、まあでも、うん、ご飯頼む人もいますから、いますよね、はい、それは普通ということで、チャーハンにご飯はやっぱり特殊かなっていう気がしますけど、そうです、おかずっていうのはどっちがおかず、チャーハンがおかず、あ、確かになんですか、ね、チャーハンおかずですか、はい、チャーハンの具がおかずみたいな、いやでもこういう方はチャーハンをおかずに食べてそうじゃないですか。ああ、やっぱそうなんですね、チャーハンのこの味をおかずに白飯食べる、はい、まあでもチャーハン味ついてますから、それを、あ、そういうことか、あのうちのおばあちゃんがですね、はいはい、あのジャンキーで、うん、こうジャンクフード大好きなんですよ。 おばあちゃんが、ファンキーですね、はい、で、ま、マックとかをよく買うんですけど、うん、はい、このビッグマックを買って、はい、間のパティを取り出して、はい、1枚取り出して、はい、それでご飯食べます。え、パティを取り、パティで、ああ、なるほど、あのビーフパティ、肉ですもんね、はい、ああなるほど、でもすごい、ご飯に合う味付けですか、この なんて言うんだろう、だから僕もあんまり、あ、うーんってなるんですけどハンバーグ感覚に近いってことですかね、みたいですね、いや、僕的には意外とありかなと思ってます、あ、やってみたいなちょっと今思いました。一応食べれないことはないと思います。そうですよね、美味しそうじゃないですか。我が家ではよく余ったら、はい、あれですもん、このビーフパティだけ取ってそれをチャーハンの具にとかする場合もありましたし、あ、まあまあそれ全然ありだと思います、はい、え、でも新しい、パティ取っちゃうと、はい、その残ったもの どんな感じで食べるんですか。だから、ビッグマックって2枚入ってるんで、あ、そっか、1枚で食べる、1枚で食べて、さらにご飯を食べる、あ、まあ、なんかお得な感じしますね。ちょっとお得みたいな、どっちも楽しめるよみたいな、はい、あ、まあ、でもそういう食べ方もあるんだなっていうのは思いましたけども、確かに、はい、大塚健二さんからもハンバーグ定食ですねってことで、やっぱ書いてます、ね、コメント来てます。やっぱりやっぱハンバーグ、そうですね、ハンバーグにはお米は欠かせないですからね、はい、もうあと、うん、あと残りわずかになってきましたね、はい、もう3分切っちゃいましたね、うんうん、やっぱり最強コラボとなると食べ物が もうですね、そうですね、うん、私もなんかいろいろ考えてみたんですけど、うん、やっぱ食べ物にいっちゃいますね、どうしても、そうですね、なんか出てくるのはもう食べ物ですね、うん、あとカキピーとチューハイってことですか、はい、ああ、いいですね、僕結構カキピー好きなんですよ、でカキピー食べるってことは、はい、いや、チューハイでしょみたいな、あ、もうチューハイになっちゃうみたいな、もうよく晩酌でそのコラボしてます、はい、あ、でも晩酌の定番コラボな感じもしますね、そうですね、いい、もう柿の種とピーナッツももうコラボなんですよね、あ、そうですよね、ま、最強コラボなんですけど、そこにまたさらにチューハイが加わって、はい、最近またストロング系とかあるじゃないですか、ありますね、あ、いいですよね、なんか唐揚げに合うとかもありますもんね、はい、なんか揚げ物に合うような、なんかさっぱりしたやつとか、あの昔ストロング系流行った時は、はい、
ただ強いだけだったんですよ。そうです、そうです。お酒の匂いが強かったんですけど、今美味しいです、ね、美味しいですよね。美味しいですね。でしかも1本で結構酔えるんで、はい、お酒強くない人には多分 1本か2本でもう満足できる、結構いいですよね。いいですね。自分は逆に、なんかお腹いっぱいしなくなったんですよ、おかげで。あ、そうなんですね。酔いが回るんで、こうちょっと次もいけるみたいな、はいはいはい、今までだとビールとかだと弱すぎて、うん、お腹いっぱいになって進まないとかがあったんで、の飲みすぎちゃうってことですね。そうですね。いや意外とでもやっぱ強いお酒の方が、はい、いいです。いいですか。体に合います、僕は。体に合います。いいですね、アルコールを。まあ、毎日飲んでるわけじゃないんで。そうですね、はい、さて、ということで、はい、もう早いもので1時間経ってあっという間ですね。いきますが、はい、本日もサザンブリーズお聞きいただきましてありがとうございます。本日はヤラカンパニーの上間さん、はい、ゲストにお迎えしてお届けしました、はい、この後は6時からムービングウェーブという音楽の番組があります、はい、ビーチからぴったりの番組なので、ぜひこの後も FM ギノワンをお楽しみください。お相手は FM ギノワンマナミンと、私ミキサーのキャント、エンジョイライフやらカンパニーの上間でした。それではまた皆さん来週、ありがとうございました。ありがとうございます。さようなら。さようなら。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に楽しかったです。またぜひぜひ。あ、また来ます、はい、もう、まあ、イベント終わり後かなんか報告もしたいですね。また前でも、あ、そうです、ギリギリまた何回か来ていただいて。ありがとうございます。ぜひぜひ。他にもいろいろ番組ありますので。ですよね、はい、それさっきの東さんのやつもぜひ、なんかアプローチしてみたいですね。そうですね。ヤンバルにも行きたかったんですね。